先、全国編を示唆する為山陽へ。パチンコ先シリーズ第3弾がついに登場。ノーマル、保留変化チャンス、引けばわかるの3モードを搭載。ノーマルモードでしだしてみる。いくぜ。大当たり確率 319.9 分のうち、ラス突入率約 53%、 ラス継続率約 83.2%、 ラッシュ中は爽快な麻雀バトルと勝利時はオール1500個獲得が魅力。3000ボーナス濃厚演出も搭載。4大注目演出のボタンバイブ予告きた。ドクン演出が発生するたびにドクンの文字が点灯。ドクンが3回発生すればボタンストックを獲得。安定してカウントダウン。熱烈好奇ゾーンも4大注目演出だぞ。53% で10ラウンドプラスラッシュ。七図柄ゾロ以外の大当たり清澄チャレンジボーナスはチャレンジ成功で1500個に加えてラッシュ突入。ラウンド中はボタンエフェクトの色に注目。赤エフェクトに昇格した。演出成功時は打ち出し再開でラウンド消化。ラッシュ中の演出は5モードあって、選んだキャラによって変化。まずはバランスタイプの先で勝利を目指す。高速ズモラッシュはバトル勝利は敗北まで継続。大当たり確率約 27.6 分の1、
トータル継続率約 83.2%。 ダッシュ中は高速消火な上にバトル勝利時は即当たりがメイン。早速即当たり。1500個プラスラッシュは約 81%。 バトル勝利で1500個獲得。演出モードは大当たり中に十字キー上下を押せば変更可能。大当たりするたびに敵が変わる。大当たり期待度は赤文字の65。
ここでプチュン。熱烈好奇なライオン大演出だぞ。来た。決勝まで行かないとお姉ちゃんと戦えない。本気最強の清澄決戦リーチへ発展。ここでの金文字はもらったでしょう。よっしゃ。エフェクトは変わらず。よし、今回こそラッシュ伸ばすぞ。上モニターの77に注目のデジタルモード、のどかでやってみよう。77の数字が上がるほど大当たり期待度がアップ。気持ちいい。全長なしから即当たりもたまらない。敵のツモ攻撃。じゃあ一丁気づけ。積もらないで。この際に引き戻しお願いします。今回も10ラウンド3回で終了。現在201回転。初めて見る強豪校ステージ。そろそろ始めよっか。すぐ使った。
ーゾーン突入でスーパーリーチ発展の音ボルテージアップゾーンは連続するほど期待度アップ。昇格するかのまだドキドキする。7回目の大当たりで1万発を突破。この音やっぱり好き。
り中に1万5000発を突破。残念ながらこの大当たりでラッシュは終わってしまったけど、約 83.2% 継続と1500個の出玉間、直当たりメインの上層階ラッシュ、完全告知も相まってテンション爆上がり間違いなし。超速図のラッシュ、100万球の夢がある。